はい、こんにちは。竹沼さんです。今日はですね、まあ、この断熱材。これね、断熱材使うじゃないですか。断熱材って梱包を開けたらさ、ブワッて広がっていって、これね、中途半端に余った時にね、もうこうなっちゃうんだよね。わかるよね。中途半端に余ると、こうら、ね、もうこれもう取り返しのつかないことになるんだよね。で、よくあるのが、ほんとあと2、3枚足らないっていうだけで、一梱包をね、開けちゃって、もう広がっちゃって、これ現場どうすんだよ、みたいになっちゃうんですよ。で、まあ、返品したりとか、まあ、在庫として持って帰っても、非常に大変なんですよね。で、持って帰るときに回してね、ちょっとまあ、回してね、ロール状にして持って帰ったりもしますけど、かさばるし、湿気とか濡れたりしたら大変ですから、非常に困るんですよね。で、今回、まあ、いやいや、よく考えたらさ、みたいな、あるじゃん、現場に。ダスターが。ってことで、いけるやん、ってことで、まあ、これでね、ちょっとね、使って、この断熱材をね、まとめていきたいと思います。はい、まずですね、このダスターの後ろですよね、これを外します。これ意外とね、ちょっと、硬かったりするんですけど、外します。これ外したらね、こんな風になってます。で、ここに、ダスターを買った時についてくるノズルっていう、はい、これですよね。これがついてきます。で、これを、まあ、後ろに、ガッチャンコします。ね、こうつけちゃう。ね。そして、まあ、これだけじゃダメなんで、まあ、これに、このノズルに、何でもいいからつけたらいいね。一つノズルをつけます。そして、あと、吸引。吸引ノズルを刺してきます。はい、これで OK です。これで、あとは、例のやつに入れていくだけですよ。やっていきます。はい。布団圧縮袋なんですね。これね、意外とね、やりそうでやってないって感じだね。大変だな。吸えばいいんです。ではね、やっていきたいと思います。はい、どうでね、まあ、これぐらいの、まあ、量にあります。まあ、こういうぐらいのね、袋に収まって、これぐらいの厚みで持っていくんだったら、保存もすごくしやすいですし、いざっていう時に、ここにね、何枚、4枚とか5枚って入ってるっていうのを書いておけば、すごく後でね、そのままの状態で使えますからね。意外とだから、布団圧縮袋、余ってるとかね、買ったはいいけど、まあ、ちょっと買い替えて余ってるとか、意外と家に結構余ってたりするんですよ。でそんなやつをまあ断熱材用にしたりしてね、保存用に使えば、意外とだから凍ったね、かさばる断熱材の余りもね、きれいに保存できたりするんで、ダスター結構ね、意外とこれ使わないように思いようですけど、意外と使えるんですよ。はい。まあ、今回ね、形状がね、ちょっとこの布団圧縮袋の形状がすごくやりにくい形状でした。だからまあ、圧縮袋を選ぶときは、できればね、この、ノズルに合ったやつを買った方がいいです。まあ、ちょっとこの形状だったらね、時間かかるっていうか、ちょっとやりにくいなって感じ。前にだからね、エアダスターのレビュー出した時の布団圧縮袋は最高に良かったんだけど、これはすごくやりにくいなって思ったね。だけどまあまあ、空気は吸えるから圧縮できるんだけどね。はい。ということで今日は、まあ、布団圧縮袋を使って断熱材をダスターで保存する方法ね、
やってみました。まあ意外とできますんでね、やってみてはどうでしょうか。はい、ということで、今日はここまでです。じゃあまた。